Hey everybody, this is Cowboy245, and welcome back to Chaos Head. This is part 5. 眠いのに。お前、今日って学校来る日だっけ？ミスミ君。相変わらず暗い顔してんな。ゲームのやりすぎで寝不足か？別に。引きこもりだからしゃあねえかもしんねえけどよ、もっとこうハキハキ答えろって。緊張するならともかく、そういう態度されると俺らホモと思われるじゃん。何言ってんだ。ミスミ君はホモなの？なわけねえだろ。お前俺の女好きを忘れたのか？だよね。ビビった。ちなみに、昨日このクラスの女子で3人もやってした。行くんだよ、もっと興味示せよ。田中だぜ、田中って誰？お前もう、ま、3次元に興味ないんじゃ。これも当然か。
これでうちのクラスの可愛い女は、ほぼそろそろ隣のクラスで守備範囲広げようかって思ってんだよ。 D 組によ、めったに学校来ねえけど、すごなんか、そうや。お前の場合は燃えるんじゃなくて、燃えだっけか。ま、お前の興味ねえ話は、そろそろやめるか。じゃあよ、ニュージェネの話、知ってるだろ。集団ダイブの事件さ。あれ、へぇ。Oops, I kind of cut him off there. え、マジだって、書いてあったんだよ、スポ当に。で、聞いて驚け。その殺人鬼が女で、しかもかなり美人だって目撃証言があんだよ。女。どんなやつなんだろうな、犯人って。本当に美人なのかな。会ってみて。俺だけは殺されねえ自信があんだよな。だってほら、俺ってかっこいいだろ。いくら連続殺人鬼でも、俺みたいないい男に会ったらコロッと惚れちゃうぜ。 He dates the girls and isn't afraid of anything.僕は興味ないから。でもよ、興味ないっつったって、犯人は絶対この辺うろうろしてんだぞ。どっかですれ違ってたりするかもしんねえし。 Immense foreshadowing。 な、今日俺と一緒に殺人現場見に行かね。ここから歩いて行けんだってよ。まだ血とか残ってるらしいぞ。もう小橋と長谷川は見に行ったって言ってたしよ。本当に興味ないんだ。Here's the first of our delusional triggers. You press the red button up here.You're going to trip out and something bad happens. And then the green button over here makes something general good happen, often something that involves something risque. And this is more often than not gory. Well, what's going to happen when we go there? I'm going to do a bad event.そしたら犯人とばったり会っちゃったりしてな。犯人は犯行ゲットで、次はタクがターゲットにされるんだ。死をもって罪を償えみたいな。